マスホウラ海岸は石川県白衣郡滋賀町の日本海沿岸部に広がる海岸。延長は3キロメートルないし4キロメートル海岸は海水浴場としても利用され、日本の水浴場55線及び日本の水浴場88線に選出されているほか、海岸線に立ち並ぶ松原は日本の白車聖書100線に指定されている。海水の透明度が高く、 波打ち際に集まるキスの姿もはっきりと見ることができる。毎年11月から3月にかけて吹く、海寄せの風によって海岸には多種多様な海が流れ着き、若浦、由比ヶ浜と共に日本古海三名所と言われている。採集される海は桜貝、西木貝忘れ貝、枕貝などの三名所と呼ばれるゆえんとなった36河川街や紫街、増し地 米粒貝、玉壺などの微小貝と呼ばれる貝など400種に及ぶ。これを求める観光客も多く、海在区に利用されている。海岸には長さ460.9メートルの長大なベンチが設置されている。これは1987年に日本海に沈む夕日を見てほしいという地元住民の思いから、延べ830人のボランティアの手によって制作された。 最高で1346人が座ったという記録があり、1989年には世界一長いベンチとしてギネスブックに掲載された。毎年8月から11月にかけてベンチ周辺をイルミネーションで彩る催しが開催されている。2020年7月にはベンチ前に展望デッキが設置された。海岸背部には キャンプ場も整備されており、ユニットバスやキッチン、エアコン、布団を備えた、ケビンやバーベキュー場も設置されている。テントやバーベキュー用品のレンタルも可能。マスホウラ海岸付近の空中写真。2010年5月6日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。